ヘレシチがなりたいのさん、センスありがとう。こんばんは。1月8日の僕対マスコマと思ったわけですか。申し込めなかったの？そうなんですか。クレジットカードのみなんだ。来てほしい、来てほしい、めっちゃ来てほしいよ。1月8日、りょうさん清めありがとう、りゅうちゃん清めありがとう、ゆちりんさん先生ありがとう。先行で初詣してたんですか、すごい。じゃあもう時間がさ、なんかちょっとでも違ったら会えてたかもしれないぐらいの運命じゃないですか、それ。今はみきちさん先生ありがとう、かきさん先生ありがとう。そう、昨日からねおじいちゃん家に来てます。尾道の、今年は、去年はね新年早々コロナにかかっちゃってずっとベッドで寝てたんですけど、今年は元気に過ごせてます。私は。ゆずきちさん天使のくまちゃんありがとう、かげさんあきおめありがとう。そう、ベートーベンさんとね今日ね、あれがあったんですけど、告知がねあったんですけど、1月の5日の日にベートーベンさんと一緒にお話、配信があるんですよ。そう、それに6時半からリオツンとノアピが出演してて、8時から私とくるくるで出演します。かぎさんハートありがとう、ひでぴょんセンスありがとう、こんばんは。マーキュルセンスありがとう、みきゃくんハートありがとう、やちりんさんハートありがとう、キャルトさん先生ありがとう、フェアチャルドさんハートありがとう、クマネパパさんあきおめありがとう、カズくんハートありがとう。当日券でも出そう、わかんないけど1月8日出る気がする。うん、当日券出そうな気がする。クマネパパさんかわいいありがとう、ディアさんハートありがとう、プータさんセンスありがとう。ハッシュタグ岡田あずみのポスト見たよ。うん、嬉しかった、トヨタさん清めありがとう、熊根ポポさんセンスありがとう、森森さんおみくじありがとう、リオさんセンスありがとう、ゆずきちさんもセンスありがとう。あ、8日の公演の日もしおすすめそうだったら申し込みしてみるね、ありがとう、嬉しい、来てください、待ってる。8日7、8とね続くんだよね公演が。7は花だれで、8日が僕隊です。こんばんは。りゅうちゃんだるまさんありがとう、福太郎さん今日目ありがとう。りゅうちゃんハートありがとう、つのさんバラありがとう、せやさん清めありがとう、しんいちさんはたさんねありがとう、とちゃぶやさん清めありがとう、あんさんだるまさんありがとう、りんくん清めありがとう、いまいまきちさんハートありがとう、あけましておめでとうありがとう。こんばんは。ひつまめなずめのカード、文学少女のがめっちゃ可愛い、嬉しい。とちゃんぼやさん可愛い、ありがとう、ハートありがとう、かいちゃん共鳴ありがとう。でも文学少女の生写真の写真、私も個人的にめっちゃ好きかも、文学少女のやつはすごく好き、写りがいい。りゃくん共鳴ありがとう、水色魂さんハートありがとう、ジェライさん清めありがとう、コイさん清めありがとう、もっくんハート3連ありがとう、おみこじ引いたら珍しく大吉だった。
めっちゃいいじゃん大吉。私ね今日ね先行寺行ってきたんですけど、先行寺で引いたら吉でした。吉でした。吉引いた。主さん興味ありがとう。スノーさんハートありがとう。ねねさんセンスありがとう。ねベートーベンさんとのあれ楽しみ、ベートークかな。チケットね販売中なので、私のあの今さっき X でツイートしたところから、その1月5日の8時からのベートークなのかな、ベートーベンさんとの配信のチケットが買えるので、ぜひチケット買ってお話聞きに来てください。ベートーベンさんとのお話、くるくるとベートーベンさんと4人で。ベートーベンさんは、いや久しぶりじゃない、あのね STU チャンネルでご一緒してぶりだから割と最近かも。ベートーベンさんは こたつの日こたつの日ぶりです。こたつぶり、あのこたつぶりですね。ベートーベンさんとお仕事、こたつのやつ、STU チャンネルのクリスマスプレゼントのやつです。うん、あれぶりですね。あれもあの時もくるくると一緒に研究生枠くるくると二人出たんですよ。そうだから、文学少女はね生写真ある、あったあったあった、ありますね生写真も。文学少女はあった気がする。コウジさん結婚してありがとう。バンジャラモンスターさんセンスありがとう。コイさんセンスありがとう。サトシさんハートありがとう。ありがとう購入してくれて。今井美吉さんハートありがとう。お疲れ様です。お仕事やさんセンスありがとう。今井美吉さんだるまさんありがとう。あきもさんハートありがとう。てつ兄さんあきおめありがとう。一つもすいかい嬉しい。コウジさんセンスありがとう。バンジャラモンスターさんセンスありがとう。ベートーク出演2回目だっけ。2回目ですね。そう、ちょうど1年ぶりかも。去年もあの成人のやつで出演させてもらった。ベートーク20歳になって成人になりましたねみたいな感じので出演させてもらいました。成人メンバーで、それぶりですね。せいちゃん結婚してありがとう。こんばんは。え、大人っぽい？本当？髪型かな？髪型、なんか最近ねこれにハマってて最近って言っても昨日からの話なんですけど、これ実家にあったお母さんが使ってるこうなんかパチって止めるやつにハマってて、簡単に髪の毛がキュッてまとめられて楽ちんで、そう今日一日こうやって横に結んでた、結んでとか髪留めてて、この髪の感じが大人っぽく見えるんかもしれない、もしかしたら。マーキュル鏡餅ありがとう。主さんセンスありがとう。小池さんセンスありがとう。ハートもありがとう。キャロットさん結婚してありがとう。ヒロさんセンスありがとう。ね、そう、あ、簡単声ありがとうね、来てくれて。見つけたよ今年の新春グッズのビジュ、めちゃくちゃ髪いってない。え、本当にありがとう、嬉しい。新春グッズ今日までだっけ、明日までか。新春グッズの締め切りも皆さんゲットしてました？購入完了しましたか？予約完了した？新春グッズゲットしてほしい。新春グッズ、あずみの新春グッズ。小池さん結婚してありがとう。しみこんさんセンスありがとう。もりもりさんセンスありがとう。オケビーさん共鳴ありがとう。ティワさんハートありがとう。のおきさんかわいいありがとう。りょうちゃん結婚してありがとう。ありがとう。え、なんだかんだその髪型が一番好きかも。嬉しい嬉しい。横結び、ゆいにゃんにもね
きって言ってもらえる横結びの髪型、安住さんの横結びが一番好きですって。あ、新鮮なやつ今日までか。今日の23時59分までだ。あともう2時間もうない、2時間か。今日までだ。新春グッズまだゲットしてない方、あずみんの新春グッズおすすめです。めちゃくちゃお箸とかもうちわとかもいろいろあったり、グッズがてんこ盛りなので、あずみんの新春グッズゲットしてほしい。ビジュアルもいい感じなので。こんばんは、リムさんかわいい、ありがとう。平気のヒロさん、あけおめありがとう。しみこうさん結婚してありがとう。ネスさんかわいい、ありがとう。こんばんは、ありがとうね、元旦公演来てくれてありがとうありがとうね。あやかちゃんあけおめありがとう。ジジトミーさんあけおめありがとう。リア君ココアありがとう。カラクタさんレインボースターありがとう。ジジトミーさんハートありがとう。ひろっちさん今日目ありがとう。あずみん成功好きよねそうなんですよ。なんかねおじいちゃんがね、血がね尾道にあるので、よくね先行寺は行くんですよね。節目の節目節目のたびによく行ってるし、初詣も、ここ最近はね先行寺の先行寺で初詣毎回行ってますね。あとねなんかねお母さんが、あのお母さんがこっち出身なんですよ。お母さんがこっち出身の人で、だからお母さんが先行寺が好きなんですよね。そうだから初詣は先行寺に行こうってお母さんがなるから、みんなで行こうってなって結構先行寺に行くことが多いんですよね。尾道に帰ってきたら時間があったら大体行ってる気がする先行寺。あ、お姉ちゃんに呼ばれちゃった。やばい、配信配信してるっていうの言わずにちょこっち来ちゃったからちょっと待ってどうしよう、お姉ちゃんが呼んでた、大丈夫かな、気づくかな。岡田さんけおめと、センスありがとう。マサさんハートありがとう。マサムネさんハートありがとうね。先行寺すごい落ち着く。こんばんは行ってこようかな。あずみ聞こえたあずみって呼ばれてる行ってこようかな。ちょっと待ってミュートにして行ってくる。ただいま帰ってきました。配信してるの忘れてたって言ってお姉ちゃんが、なんか今お姉ちゃんとお母さんで、あの昔なんかね、あのクローゼットの片付けみたいなのしてて、タンスの片付けしててなんか私があの赤ちゃんの時に使ってたあのガーゼあのミッキーの絵が描いてあるガーゼを見つけたらしくってそれをあずみ赤ちゃんの時のガーゼがあったよっていう呼び出しだったか見つけたよっていう呼び出しでしたね。すごい
水色のガーゼねえ、残ってよく残ってるよね見せる見たいの走ったら取りに行ける距離にはあるけど、でもねちょっとね夢の国のデザインなのでちょっと見せれないかも。夢の国デザインこんぐらいのサイズです。こんぐらいのサイズのガーゼあずみんが使っ奥さんあの赤ちゃんの時に使ってたガーゼしかも多分幼稚園とかに持ってってたのもちゃんと書いてあった。お母さんが書いた岡田あずみって名前オークションねえあげないですよみんなにみんなにあげないですよガーゼ。そうちょっと夢の国のねデザインなのでちょっと厳しいかもしれない。ねえ多分物持ちがすごいいいよね。取ってあるね見つけたらしい。じゃけあずみあずみお姉ちゃんの声が。あげませんよガーゼあげませんよガーゼみんなにいっぱい出てくるって。なんかねあのね幼稚園の年中さんまでは私こっちにいたんですよ。今尾道のおじいちゃんちいるんですけど、小根村さん結婚してありがとう。福山の方に住んでて、だからこっちの尾道のおじいちゃんちに結構頻繁にあの出入りしてたので、幼稚園の時とか赤ちゃんの時だから私のだからちっちゃい時のものとかみんなのちっちゃい時のものが結構残ってる おじいちゃん家には。こんばんは。ねえおしゃぶり残ってるかなおしゃぶり残ってなさそう。おしゃぶり残ってたらすごいよ。弟にお年玉は？弟にお年玉はあげてないかなお姉さんからはあずみ。お姉ちゃんはあずみです。弟にはあずみちゃんって呼ばれてる。あずみちゃんのお誕生日の話会に来てくれよかったよ。え嬉しい。めっちゃ本当に。えめっちゃ楽しみ。わざわざ買ってなんか特別な服着て会いに来てくれるのめっちゃ嬉しい嬉しい。楽しみにしてるね。服嬉しい。こんばんは。子供の頃の写真とかたくさんある。えありそう。探したらうんありそうです。おばあちゃんの卒業アルバムとかこの前出てきたおじいちゃんとおばあちゃんの卒業アルバムすごくない？おばあちゃんの卒業アルバム高校の卒業アルバムとか出てきてすごーってなったこの前。うん面白いです。おばあちゃん家の引き出しあさるのその頃の記憶とかあるの。えでも結構残ってる。うんおばあのねお姉ちゃんとあのねクモンあるじゃん。クモンわかる。クモンクモンごっこみたいなのしてたお姉ちゃんと。でクモンごっこしてたのめっちゃ覚えてる。お姉ちゃんがあのクモンのクモン行っててお姉ちゃんで私もなんかお姉ちゃんがそのお姉ちゃんが普通にクモンのあの数学とか習ってる横でなんかクモンの幼児コースみたいなのに私もお姉ちゃんにくっついて行ってたんですよちっちゃい時で。クモンの幼児コースで私は迷路みたいなのずっとやってたんですけどそれを真似してお家でお姉ちゃんとクモンごっこっていうのやってて、お姉ちゃんがクモンの先生で私がそこに通う生徒でお姉ちゃんが作ってくれるんですよ。クモンの迷路のなんか問題文みたいなのとかあのひらがなのあをなぞってみましょうみたいなのお姉ちゃんがなんかその紙みたいなのに全部問題文書いてくれて作ってくれたのを私が解いて
先生みたいな感じで丸付けお願いしますとかっていうクモンごっこめっちゃやってたの覚えてます。ちっちゃい時の記憶一番残ってる、それが。そう、自作のクモンごっこ。ともゆきさん結婚してありがとう。ここの心の困りがたさだいさんハートありがとう。ちみこさんハートありがとう。ダンスさん共鳴ありがとう。でもおばあちゃんの卒業アルバムすごいよね。メールに送りましょう。いや送りません送らないですよメールに送らないです。こんばんは。そうそう、くもんごっこ。幼稚園の写真見たい、ね、めっちゃね、私ね、想像みんなびっくりするかもしれんけど、幼稚園の時の私めっちゃ不愛想、不愛想っていうかカメラ向けても笑顔作らない子だったんですよ、私。ちっちゃい時、幼稚園ぐらいの時。桜サックさんハートありがとう。ラブリーホテル46さん先生ありがとう。恋さんハートありがとう。ミンミンさん清めありがとう。そう、無表情カメラ気合…え、わかんない、不愛想昔のちっちゃい時の写真見ても全部こんな感じ、こんな感じ、なんかハブて撮る全部ハブて撮るか下唇噛んだんです、全部待って、こんな感じの写真全部マジでなんでこんなに笑わんのんじゃろうと思うぐらいハブで撮る写真多いんですよ、ちっちゃい時。緊張しとったんかな。そう、でも小学校ぐらいからもう満面のこういうスマイルをするようになってます気づけば笑顔の写真が増えてる、増えてたけど、幼稚園ぐらいの時はハブテテ、ハブテテと写真が全部。こんばんは。ナミフィーさんハートありがとう。キエさんセンスありがとう。レネさんハートありがとう。こんばんは。スケモンさんバラありがとう。そう、今は真顔できないのに。ありがとう、あきおめ超見たい。え、探したら出てきそう。でもなんかあとすごいお姉ちゃんとの記念、何だったかな、あれ何を、何の記念で撮りに行った写真か忘れたんですけど、お姉ちゃんと一緒になんか記念で七五三なのかな、なんか写真館に行って写真撮りに行く前日か前々日かぐらいに自分で家にあるハサミで前髪切っちゃって、あ、タワー来てる、待って待って、タワー、あ、シンゴさんありがとう。タワー、元旦タワーありがとう来る、ありがとうございます、嬉しい、待ってて、俺ありがとう。タワーなんだっけ、なんでしたっけ、なんでしたっけ、あ、そうだ、その七五三みたいな写真館で撮るような記念の写真を撮りに行って行ったんですけど、その前々日か前、そのなんか何日か前ぐらいに、あの家にあるハサミで、あの自分で前髪を切ってしまってこんななんか斜めみたいな状態になって、自分でハサミで前髪切ってこんな状態になって、右手にピカ、その時お気に入りだったピカチュウのぬいぐるみを右手に持って、またはぶててるような、こんな下唇噛んでこんな感じで写真撮ってる
あるんですよ。記念写真みたいなのが。そう、自分で切ってお母さんもびっくりしたらしい、自分で前髪切って。そう、はぶててる、なんて言うんだろう、広島弁はぶててる、ふてくされるかな。標準語ふてくされるかもしれん。標準語だとなんて言うんだろう、ふてくされるかな、ふんみたいな感じ、はぶてる。リオさん、くまちゃん、ありがとう。そう、その写真残ってるんかな、めっちゃ残って、ちょっとお母さん聞いてみよう、あの写真あるか。そう、ハブてる、広島弁かも、ハブてるって。断髪式。その時から多分断髪式してた、勝手に。残ってるかな、ちょっと聞いてみよう。めっちゃ覚えてるんですよ、結構ね、私ね、いたずらっ子っていうか、いたずらっ子だった、多分私ちっちゃい時。結構いたずらっ子だった。ハブてる。ひーちゃん、センスありがとう、心の困りごと相談室さん、諦め、ありがとう。ハブてみん、あやみちゃんハートありがとう。なん、あ、そう、お姉ちゃんのお菓子勝手に、そう、カーテンに隠れて、お菓子カーテンに隠れて、お姉ちゃんの、お姉ちゃんが取っておいたお菓子を勝手に食べるとか、カーテンに隠れてコシコシ食べてて、でお姉ちゃんがお菓子ないのに気づいて、お菓子がないって思ったら、あずみの私の姿もなくって、あずみがいないつって探したら、カーテンの裏から出てきたんで、カーテンに隠れてこうやって食べて、にやって笑ってる。あずみの顔が今でも忘れられないって言われます、めっちゃ。そう、いたずらっ子。いたずらっ子だったんですよ、ちっちゃい時。大輔さん、レインボースターありがとう。暴れん坊でしたとかね、自分で前髪切っちゃったり、くるくるのメールで昔、くるくるのね、メールでなんかあすみんの昔の写真が放出されている噂を聞きますよ。くるくるから送られてきた LINE で、めっちゃ昔、アクターズで、アクターズの時の写真、めっちゃ昔の写真、すごい絶妙な距離感で二人が。まださ、そのあんまり ST 入ってからなので、くるくるとすごい仲良くなったのって、アクターズ一緒だったけど、あの、その喋ったりはするけど、そのめちゃめちゃ仲いい、めちゃめちゃ仲良くなかったんですよ、アクターズの時は。なんかね、所属してたユニット、アイドルユニット、ユニットみたいなのもね、ちょっと違ったりして、入ったあのタイミングとか年も違ったので、そう、一緒話したりはするけど、めちゃめちゃそう今ほど仲いいよくはなかったので、写真とかも撮ったりしてるんですけど、すごい絶妙な距離感で。しかもあの笑顔もぎこちない、二人の笑顔もぎこちなくって、めっちゃ垢抜けてないプクプクした二人の写真をくるくるから LINE で送られてきました。自分も懐かしいって、そう、そうだから 2.5 は4人はね、アクターズの時から、アクターズ出身だけど、アクターズの時から仲いいわけじゃなかった。割とくるくるとリオツンかなぐらいかな、仲良かったっていうか、あの同じユニットで活動してたので、あの二人はアクターズの時に、なので仲良しさんだったかな、この二人が特に4人の中だと。うん、自分は年もね二人とは離れてたし、なんかユニットみたいなのも違ったので、そう、面識はあるけどあんまりお話、すごく仲いいってわけではない
感じで、でノアピはアクターズに本当にもう入ってきてすぐオーディションがあって合格で一緒に STU の研究生で活動が始まったって感じで、ノアピはねアクターズでの活動自体時間が少ないので、活動した時間がなので、そうですね 2.5 期はそうですね、アクターズ時代4人みんなが4人でいた時間、アクターズの時に4人でいた時間っていうのは本当にない、ほぼほぼないくらいだから、STU48入ってからの関係が深くなったって感じ。そう、入った順番的にはリオツン、アズミン、クルクルのアピかな、アクターズは。そう、放出しがち、やだ、アズミンの昔の写真が恥ずかしい、アズミンの昔の写真めっちゃ放出されてんの、クルクルのメールで、大変、全然違うでしょ、アズミンの昔。しょうごくんハートありがとう。え、2点起きた、え、そう、なんかあれなんですよ、オーディションの時のペダルと車輪と来た道との時に真ん中に集まって、サビ前とかに、サビ前のなんだっけな、一体誰のために走り続けるの、こんな辛い思いしてる、なんか分からなくなる、平坦で楽な道とかあるだろう、くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ、じゃ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 ペダルって一サビ入るんですけど、そこの前のフレーズ4人で真ん中で集まってこうやって歌ってるんですよ。そう、まさかの 2.5 の4人で、そのもう合格とか決まる前のまだ8人で、三次審査かな、最終審査8人で公演回ってた時の立ち位置がペダルの、多いんです、それがペダルも真ん中で集まって、夢力もなんかだし、え、結構あるんですよ、春夏秋冬とかもじゃない、わかんないけど、春夏秋冬くるくると私新芽だった記憶めっちゃある、多いんですよ、そう、偶然たまたま、なんか運命ですよね、真ん中で2人で4人で顔見合わせて1サビ踊ってるんです。1サビ前ね、これはね4人で話になりました、あの時ね4人だったよねって言って、真ん中でサビ前に顔見合わせて踊ってたのって、おとめさん、あきおめありがとう。ゆうじいさん、あきおめありがとう。まもるすりーさん、かっここはありがとう。確かに今ではあんなにそうですよ、3人にいじられるけど昔はそんないじりいじられの関係じゃないぐらい、だから本当に ST 入ってからですね、こんないじられるような関係になったのはいじりいじられができるような関係になったのは本当に ST 入ったからです。 2.5 期のユニットしんしんしんのすけさん、センスありがとうね、え、偶然でもすごいですよね、運命。チャトローさん、ハートさんね、ありがとう。カギさん、ググーありがとう、お仕事頑張ってね、ありがとう。え、新しい CM 動画作って、え、そう、待って、それさ言いたくってさ、そう、 NWP のチャンネルでなんか新しいね CM 動画をねスタッフさんが作成してくださって公開されてるんですよ今。あの NWP の
載ってる動画の一番上にある動画なんですけど最後さ、あの新しくできた CM 動画の最後うまみんで終わるの面白くってまさかの CM 動画の最後がうまみんで終わるの面白すぎて、もう2024年もうこれはうまみん使わんとってめっちゃ思いました。多分 TSS さんもうまみん推してるんだと思って見てください NWP。 そう、ぜひまだチャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。プロフィール欄からあの飛べるのでチャンネル、え、そう、うまみんっていうあずみんのうまみんで終わってんのCM が、見てみて、そう見てください。びっくりして、まさかのうまみ、こんばんは。Pさん、トトイありがとう。しんしんのうけさん、先生ありがとう。主さん、ココアありがとう。平らつぐさん、先生ありがとう。りゅうちゃん、ハートありがとう。ねえ、かわいあじさん、しゅけんさん、こんばんは、ありがとう。見てみてね、スタッフさんもうまみん好きなんかも、うまみん流行らせんと2024年、うまみん、あ、来月あずみ何今日、ありがとうございます、嬉しい、待ってるね、ありがとう。こいさん、先生ありがとう。うまみん、こいさん、ここはありがとう。流行語大賞足見れんかったけど、うまみんは受賞したらんな。うまみんは2024年もあずみんに期待するでしょうみたいな感じので、うまみん受賞しました。2024年のあずみんに、あずみんにも期待したいでしょうみたいなやつ2024年もこの言葉に期待したいみたいな賞で、うまみん受賞したよ。アッシュってスティーより先輩後輩厳しくなかったです。いや、厳しくない、全然アッシュ、なんかわかんない、昔はねどうだったのか、自分も言うてでも5年ぐらい、自分が入る前の方が厳しかったんかなって思うけど、アッシュそんな敬語使って先輩とか誰々さんとか言わなきゃいけないみたいな感じではなかったですね。普通に話してた、みんな、そう、ちっちゃい子も大きい子も、普通に先輩後輩厳しいわけじゃないけど、やっぱり上の、自分より年上のお姉さんたちがいるので、アクターズっていろんな、ね、世代、年齢世代いて、年上のお姉さんたちがいるクラスの、そのなんか歌もダンスも上手なお姉さんに憧れるみたいな、憧れてかっこいい、私もあんな風になりたいの憧れって感じでした。先輩後輩しなさいじゃなくて、憧れで慕うみたいな、尊敬みたいな感じの関係性です、アクターズはね。どちらかというと個人的には個人的にはそんな感じだったかも。ピさん、馬とレインボースターありがとう。ねえ、そう、期待したいでしょ。今向吉さん、清めありがとう。あ、増えてるニュープロジェクト、嬉しい。え、トイレのモナカ食べてくれたのしかも台湾から旅行に来て嬉しい、世界に広めてください、トイレのモナカ嬉しい。そう、うまみん、うまみん使っていきます、2024年いっぱい。
そう、え、みつさんもだから憧れですね。うん、憧れの先輩。でも私は被ってないんです、アクターズの時期が。みつさんとは半年だけかな、私がアクターズ入った半年、入って半年ぐらいしかみつさんと被ってないので、みつさんの活動をしっかりアクターズにいた時代になんか間近で見れてないというか、私が入った年にみつさんも STU に加入された年に私がアクターズ入ったので、そうなんですよね。だから本当にアクターズのみつさんよりも ST48 のみつさん、ありちゃんさん、あ、お父さんの声大丈夫かな今日すごい大丈夫かな、バンされない、バンされない、聞こえてない、大丈夫、アラーム聞こえないお父さんの顔、お父さんの顔面白かったよすごい顔、すごい顔してた今、大丈夫か、よかったゲストいっぱい、まさきも弟が口笛吹きながら部屋入ってきたし、あ、ゆらさん、うん、ゆらあかりさんは1年かぶってました。1年ぐらいかぶってた。うんうん。ゆらかいさんワクターズの中で姿を見てたというか、うん。見てた。ソーダさん、センスありがとう。もう本当に少しの期間、時間というかなんですよね。家族は平気？あ、大丈夫なんか。あ、口笛弟。弟でした、口笛弟。みんな入ってきて、あそこの目の前に扉があるんですけど入ってきて、私が携帯構えてるの見てって顔して扉静かに閉めて出て行く。どうぞ、申し訳ない、私がね、多分あのね、みんなのね、荷物置いてる場所で今配信してるんですよ。だから私が配信してるから多分みんなあれなんですよねあの寝巻きとか取れない状態今、私の配信してる場所が多分悪い今日。みんながね、荷物置いてる場所で配信してんの今。そう、出入りが激しいだから場所私が悪い、そう、私が悪い場所で配信してる。そうなんですよ、みんな多分お風呂入れずに困ってるそう、みんなが寝る場所で配信しちゃってるから。夜中だぜ、本当に。ちょっと、あとじゃあもうちょっとで終わろうかなあともうちょっとしたらじゃあ終わります。ちょっとみんながお風呂入れなくなっちゃう。よいしょ。みんなは元気ですか？元気に過ごしてますか？こんばんは。ズミは言えないな、リオちゃんと被ってるんだっけ。そうそうそう、同じ同期でした。
会社終わったら家族に待ってくれてありがとうって言っといて、言っとくごめんねって言っとく、うん、元気ほんと毎日暴飲暴食、え、そうだよね、ね、年末ね、あ、年末正月ね、食べついつい食べちゃうよね、いっぱいね、わかる、私もだからお正月結構ね食べちゃったからついつい食べちゃうので、そう、ちょっと走り込みしなきゃいけないと思います、走り込みする、うん、お正月食べ過ぎちゃうよね、7日の公演しっかり動けるように走り込みちょっとしようと思います、明日ぐらいから、お餅も美味しいしね、そうだよね、こんばんはね、そっか明日から仕事か、みんな明日から仕事、でも明日明後日から仕事とか多いよね絶対、お餅も食べたよ、食べたね、集合時間に向かって、いや違う普通に走るランニング、ランニングランニングだよ、そっかお仕事もね頑張ってね、みんな、私もでも5日から4日で明日で終わりかな、お休みも、お休みも終わるのでね、しっかり休んでしっかり頑張ろうね、また新年一発目のお仕事、今年は新年早々いろいろと不安になる出来事がすごく多かったから、2024年なんかね、スタートが不安でいっぱいだったから不安に感じてしまう1年になりそうだけど、こっから不安が大きかった分、こっからたくさんの幸せが待ってることを願って祈ってね、頑張りたいですね、2024年これからね、明るい一年になったよね、本当にね、癒される、じゃあいっぱい笑えますあずみんの笑顔で癒される、癒せれるのならいっぱい笑えます、あずみんじゃあ家族もお風呂に入らなきゃいけないのでそろそろ配信終わろうかな、こいつさん結婚してありがとう、私もお風呂入らなきゃいけない、じゃあ壇上見ます、13位くまねパパさんありがとう、12位ぬしーさんありがとう、11位こうじさんありがとう、10位かぎさん17さんありがとう、9位いもやむきちさんありがとう、8位ぴさんありがとう、7位マーケルありがとう、6位デオさんありがとう、5位コイさんありがとう、4位広島コパセリさんありがとう、3位ゆずきちさんありがとう、2位もりもりさんありがとう、そして1位はドゥルルルルルバン、しんごさんありがとうございました、ありがとうしんごさんタワーもありがとうね、お礼待っててください、ありがとうございました、また明日ね、ありがとう、1月5日のベートークの、 あの配信も8時から私はくるくると一緒に参加するので、現在チケット販売中なので、あの私の X のところからでもチケット購入できるので、1月5日の8時からのベートークもぜひあのお話聞きに参加しに来てください、待ってます、チケット参加中です、そうくるくると8時からです、ベートークお願いします、待ってるね、じゃあ皆さん明日も一日頑張ろうね、おやすみなさい、ねねあずみでおります、せーの、なーにー、ありがとうございました、バイバーイ。
おやすみ。